はい、というわけでね、今日はちょっと素晴らしいレッスンプロが、はい、ハンズゴルフクラブにいらっしゃるのでね、お呼びしたいと思います。はい、はい、お願いします。お願いします、はい、菅原大地です。菅原大地プロ、ちょっとソーシャルディスタンス、はい、ああ、そんな感じで、こう手を振ってね、危なくない、危ない、ということでね、ショータイムゴルフに出させていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。で、俺ら悩みあるんだよね。そう、俺と翔太ちょっと悩みがあって、はい、同じ悩みで、はい、どうにかちょっとしてほしいな、うん、お願いしたいです。いつもラウンド動画拝見させていただいてるんです、うん、俺も翔太もヘッドスピードが出ない、うん、出ない、全然出ないっていう悩み、同じですか、ね、これをどうにか、はい、レッスンでどうにかなるもんであれば、なるほど、解決したいと。やっぱりあれですか、400ヤードくらい行っちゃったり、そう、400ヤードくらい行かない、うん、ちょっと YouTube 上良くない、まあ、300ちょいしか飛ばないからね。そうだね、300、最低今日中に350、うん、行きたいよね。ヘッドスピードで言うと60を目指してやっていきたいな、うん、その辺のやつらと一緒じゃ嫌だと。そうそうそう、そういう感じでね、今日はちょっとお願いしたい。わかりました。ヘッドスピード上げるっていう、ヘッドスピードを上げたいテーマ。そう、はい、やりましょう。人間ね、速度っていうのを極めなきゃいけないから。ちなみに今いくつあるんですか。さっき思いっきり振った時に55。55、翔太で52、53、うん、53ぐらい、思いっきり振って53ぐらい、半端ないですね。そう、これをどうにかね、上げていきたい。菅原プロの力で、なんとか頑張っています。お願いします。お願いします。やれるかどうかわかんないですけど、頑張ります。ソーシャルディスタンス、危ない危ないじゃあやっていきましょう。じゃあ振ってもらって、どこの要素でちょっとヘッドスピード上げられるかっていう。なるほどね、見たいので。やっぱトラックマンって辛い、辛い、辛いですよね。ハバネロ辛いです。めちゃくちゃ激辛じゃないですか。激辛デスソース。翔太もやっぱりヘッドスピードもうちょい速ければな。ヘッドスピード遅いんだよ、ツアーで勝てるんだよ。うん、51.2。 あ、ちょっと疲れもあるね、さっきね。ハンドウェッジ振りましてたからね、さっき。あ、今いいんじゃない。これはいい。あ、51.5。 距離、ね、なぜかスピードが上がると距離が落ちるっていう謎の現象がね、今トラックマンで起きてます。で、これをね、どうにか上げてみます。なるほど。今までレッスンした中で、うん、一番ちょっと今困ってます。ああ、なるほど。でもそれがなんか顔に出ないところがさすがね。本当にさすが。ポーカーフェイスね。うん、ちなみに一番マックスでどれくらいまで飛ぶ？セリー290とか300の間じゃない？でも今パッと見ですね、見させていただいて、まだまだこう伸びしろ的な。本当ですか？だからそこは僕のこうやっぱ飛ばしに関しての大事なやっぱりこうキーワード、粘点差だと思うんですよ。うん、で、今、翔太さん、翔太さんって呼んでるんですか。翔太、翔太ですよ。翔太さん、あ、いや、そう、呼び捨てはあれなんです。翔太、翔太さんは、はい、翔太、やっぱりこう、キレがめちゃくちゃあって、はい、まあ、もう十分すぎるほどヘッドスピードもちろん出てるんですけど、この、差がない、上と下のこう、差が生まれない。差がない、こう、差があると、より筋肉を引っ張られて引っ張られて、うん、パワーが増した状態でそこから引っ張ってきたら、うん、もっとこう乗るんですよ、力が、うん、だからこう上と下のこう差をちょっと生むっていう、うん、それで1上げましょう、ヘッドスピード 1? ポイントはですね、じゃあちょっと一番やりやすいのは、そうですね、クラブ、肩に担いでもらって上半身右にひねるじゃないですか、はい、この時って、力としては右に行きたい上半身と左に戻したい下半身、はい、同じ方向でこれ動いちゃいけないので、うん、もう一回戻します。じゃあ、僕ここで肩を、このクラブ持ってるんで、そうです、ここで持ってるんで、はい、下半身だけ思いっきり左にねじり戻そうとしてください。で、このままひねっていきます、うん、もうちょっと右にひねって右、そう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 、これめちゃくちゃきつくないですか。きついです。要するにバックスイングしてる最中にはお腹と足はもう途中で止まって、どこの辺止まるといいかというと、テイクバック始まります、お腹が、まあ、時計の8時方向から、はい、これ以上はもうお腹は向けずに肩だけひねって、足はもうずっとこっちです、体重。翔太なんかもう、オッケー、溺死しそうな顔してるけど、これめちゃくちゃきつくないですか。きついです。めちゃくちゃきつくないですか、はい、だからその、まあ、きっかけを、下半身からのきっかけを 0.12 秒くらい早くする、はい、
それによって上に、上半身は右に動いてたら右に動いた惰性の最中に下が動くっていう。で、さっきよりも 0.1 秒ちょっと下を速く動かす。で限界のさらに限界みたいな。速く動かすんですけど、もう一個コツは横に動かそうとすると力がちょっと上にこう逃げちゃうので、こう上にクラブって上がっていくから、横のねじれと縦のねじれもあるんですよ、はい、だからこう縦のねじれの方を意識して下に戻す力を、うん、左足により踏み込むことによって、ね、壁もできて体重をね左に左下にできることによって頭がバーンと止まるんで、はいはい、ヘッドがさらに走る。なるほど。この粘点差と壁っていう、うん、なるほどね。ヘッドスピードを上げてくださいっていう。頑張りますそれで1上がったら大したもんよ。粘点差、まあ、簡単な今ワンポイントしかね、アドバイスして、うん、ワンポイント。いけそうですか今。いやもういけそうです。はい、お、来たな。来たわ。うん。だからこう、ね、そうです。さっきがね、51.5。クラブ右にバーンって思いっきり揺さぶった瞬間にお腹と下半身はもう左に戻ってます。うん。左足下に戻ってます。力が。そうそうそう。クラブはもうほっぽってください。おお。そういう感じ、そういう感じでも。どう？そういう感じ。52.8。おお。そういう感じだ。おお。ボールはマンチ。早くあったね。52.8。そういう感じなんですよ。お、これ今日中に60いけんじゃね？60あと7っすか。うん。やばいっすね。6時間かけて45ぐらいに落ちそうじゃね？なんか体力的に限界が来て。おお。でも早い。触れてますね。早いよ。お、53.4でした。おお。2上がったよ。すげえな。すげえ。3時間で2上がったよ。60までいけます。この次で55ぐらいいっとかないとな。そうだ、ね、うん。クラブ右にバーン揺さぶって下半身を左行きましょう。オーケー。お、来た。出ましたね。54くらいいったんじゃないですか。当たりました。お、54。おー、すげえ。お、次いけるぞこれ。次いけるぞ。ほら289キャリーしてる。やばいっす。いけ、夢の55。いくぜ。クラブ右思いっきり揺さぶって。やっぱ夢は見るものじゃなくて叶えるもの。そういうことです。なるほど。あ、でもスピードは出てんじゃない？54.5。すごいね。あ、もう一丁もう一丁。もう一丁。ちょっとさ、ゴルファー人生、うん、後先考えず振ってやれ。やばい、選手生命、ここで立たれる、うん、お、来た。あ、あ、53.8。あ、限界、まあ、そんぐらいっすよ、限界値がもう。いやでも2やな、2、3上がった。さすがっすね、やっぱり。いや、すげえわ、一瞬だね。さすが有名。有名なだけあるわ。すげえ。いいな。うん、いやポテンシャルすごいっすね。じゃあ次カン。ちょっと俺もね、うん、同じ悩み。ヘッドスピード上げたいんですか。ちょっと遅いからな。ちょっと俺遅いんだ、ね。ヘッドスピード。ヘッドスピード遅いから。遅くて困ってる。場外ホームランいっちゃいますよ。場外で。全然スピード出てないでしょ。出ました。また反応しないやつ。数字出ない。ここね、反応しないのよ。そうなんだ。いや、振り早すぎてもう測定負荷。反応しない？反応してないです。遅すぎて反応してないって。なるほど。うん、遅いよちょっと。もうちょい早くするわ。ちょっと遅いわ。うわー、これやば。反応して。本当にお願い。あ、出た。55点。いや、ちょっと遅いね。ちょっと遅いな。遅いわ。まあ虫が止まっちゃいますよね。ね、これだとね。スピードじゃちょっと遅いわ。もうなんかインパクト音が蚊の鳴く声より小さいというか。蝶々止まりますよ。これはどうにかしたい。なるほどね。でも一緒です。考え方は、うん、今ショートさんにやってもらったこうカンさんも。ちょっとこのお腹一緒にこう回りすぎちゃって
めちゃくちゃキレがあるんだけど、極端に言ったらこう一緒に回っちゃってる状態なんで、この右に行きたい肩、左に行きたい下半身、そこを喧嘩し合うのが大事なんで。喧嘩？喧嘩し合うんですよ、この上と下は。俺学生の頃喧嘩したことがない。本当ですか？いい子だもんな。そう、俺優等生だったから喧嘩したことがないんだよ。つまりこの辺でもう止めて、あと体だけねじってくる。ヘッドスピード出すんだったら、もう上半身はできるだけ早く右にガーンって揺さぶるんですけど、それと同時に下半身はもう絶対右に来ないと。右足の壁。なるほど。それをもう左にこう跳ね返す。はあ、上と下が同じ方向に回っていかないように。肩は右に思いっきり速く回すんですけど、下半身はもうずっともう動かないように抵抗する。そしたらこう筋肉がもうできるだけ伸びるんで、もう伸びきった限界の時に左足にこの地面が壊れるくらい踏み込んでください。なるほどね、はい。まあ、ポイントがあるからこう下をちょっとできるだけ止める、肩をできるだけ速くクラブ一緒にこうやって回らないように、はい、こっちバックスイングでヘッドスピードまず50出しましょう。バックスイングこっちで、はい風来た、はい、その勢い出せを使ってねじる。おし、やばい、それやばいですね。来たわ、それは出ます。なるほどね、こっちに50、はい、こっちに100、100 100はすごいです。わあ、すげえ。やば。あ、それドラゴン一発当たったらやばいっすか、それ。どう、スピード出た？当た。いや、多分スピードめちゃくちゃ出てます。今のと音違ったもん。多分反応しないんだね。多分今60くらいマジでいけましたよ、多分。反応してない。で、1ミリも反応しないんだけど。そうじゃん。いやいやいや、今マジででも60くらい出たんじゃないですか。で、要はこっちに50。はい。こっちに100。そうです。100? 100? 100ってちょっと聞いたことない。50? はい。これぐらい。そうです、遅い。いや、いいです。今ぐらいです。はい。それを下半身をグッと耐えて。おー、やばい、やばいです。反応して。来た！うおー！ 56。すぐ。56.3。これ反応するやつはもっと速い可能性もある。そうですね。飛距離。来た。304、キャリー。なんかキャリーして戻ってきてね。あ、戻ってはねえか。練習ボールだよ。カンさんはそうバックスイング早くしようっていうこと。バックスイング早く、はい、なるほど。じゃあバックスイングを早くすればいい。そうだね。ちょ、遅いもんな。遅いんだ。バックスイングがちょっと遅すぎだよ。50。そうそうそう。脇先行っちゃってもいい。脇ギュッて締めてる。脇ギュッて締めて。わお、やばいやばいやばい、上に行くんだ。やばいっすね、しなりまくってんじゃないですか、シャフトが。56.2をさらに上がりました。なんで？あ、まあちょっと球上がった分スピード練習ゴールだもんね。上がりますね。ヘッドスピードってこんな短時間で上がるの？どんどん上がります、ね、あと4あと4 あと4あと4ですねあと4ってことはこっちにあと2ぐらい速くする。そうです、そうです、そういうことですね。あと2早くしていいんです、バックスイング。下半身は止めて、下半身ガッツリ止めてください。なんかクラブ見えないですね、なんか、うん、だんだんクラブが見えなくなりました。56.56コンスタントいって。あ、でもバックスイング早くすれば本当ね、ヘッドスピード上がるんだね。すげえね。体ね、なるほどね。あの、多分見てる人は真似したら体壊しますんで。そうですね、気をつけてください、はい、これはアイアンも一緒。まあヘッドスピード上げるっていう考え方はそこです。いや、もうヘッドスピードしか欲しくない。なるほど。アイアン遅いもんな、カン。俺いつもこうやってなんかなぞるように上げてくから、はいはい、なるほどね。これはポテンシャルないと一発で体壊れますね。いや、もうバックスイングとフィニッシュまでクラブが見えないんですよ。なんか音鳴ったね。そうそう。また反応しない？反応しないぐらい早かった。まあ、そういうことですね。そういうことですね。なるほどね。恐ろしいですね。俺らでも飛距離アップできましたね。
ありがとうございます。いや俺次からバックスイング早く上げる。半端ないですね。もうちょっとバックスイングで普通の人のヘッドスピードぐらい出してやる。そうですね。そうだね、うん、それしかない。それに耐えうる体幹下半身を持ってすれば50からの100ってなるんで、やっぱりそれやっぱりタンパク質を取るしかない。大事です。焼肉体作ってください。あ、焼肉やってるんですよね。お越しください。千葉ですか。千葉です。ちょっと行きます。あのヘッドスピードを上げてくれたから、はい、1回限りお越し。ありがとうございます。ありがとうございます。ここね、はい、ちょっとすいません、どいてくださいみたいな。で、ね、危ない。はい、はい、ということで素晴らしい。俺らでも上がりました。ありがとうございました。俺いくつ上がったの。要は 1?1 上がった。 1.5 とか 1.5 上がった。はい、55だから。あ、また反応しない。反応しないっていう、はい、なるほど。まあちょっとアマチュアのね、皆さんはあまりいきなり真似しない方がいいっていう、今日は。うん、一応こういう方法もあるっていう。はい、菅原プロありがとうございました。ありがとうございました。おかげでね、ヘッドスピード60が見えてきた。ガンガン飛ばしてください。人生初めてレッスン受けたかもしれない、ね。レッスンって言っていいのかちょっと分かんないような、ちょっとね、力技やり方でしたけど。そうですね、力技とか。というわけでね、はい、素晴らしいレッスンでした。はい、はい、お願いします。またハンズにいらっしゃい。はい、また来ます。ありがとうございました。ありがとうございました。